それではインタビューさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。でまずプロフィール、自分の自己紹介をお願いします。はい、川村優里です。虹色サーカス団っていうグループでアイドルしてて、生まれは1998年7月18日で、もうすぐ22になります。はい、血液型は A 型です。この仕事を選んだ理由があったら、はい、きっかけなんかあったら教えてください。この仕事を選んだ理由は、小さい頃からディズニーが好きで、でディズニーの出てる出演者さんにすごく憧れてて、それになりたいと思って専門学校に入ったんですよ。そういうその演劇とかで、その中でやっぱ歌うのも好きだし踊るのも好きだなって思って、なんかそれを活かした仕事ができないかなと思ってたら、ちょうど今虹を担当してくれてる方に声をかけてもらって、え、これ歌って踊って両方できるんだと思って、これはやるしかないと思う。今の仕事を選んでます。ディズニーのきっかけと。はい。好きなディズニーキャラクターとかっていうんですか？キャラクターはドナルドが好きです。モノマネとかできますか？モノマネ、あらららら、チャームポイントを教えてください。チャームポイントは笑顔です。はい。第二チャームポイント、第二チャームポイントは、あ、手ですかね。ちっちゃいってよく言われる、なんかハンバーグみたいな手だねって言われるそこがチャームポイントです。次の質問はですね、ちょっと事務所の偉い人がタレントにちょっとこれだけは聞いといてということがあったんで、はい、あなたがアベンジャーズに入ったとしたら、どんな能力を持ち、どんな能力を使えるようになるのか。アベンジャーズ、アベンジャーズってめちゃめちゃ強いですよね。何がしたいかな。あ、でもめちゃめちゃ喧嘩強い能力が欲しい。あの、身体能力がえげつない。身体能力がえげつなく、喧嘩が強い能力っていうことでいいですか？はい。喧嘩が、あの、悪を倒す力が。はい。よかったですね。喧嘩が強くなりたいんだと思ったので。ちゃんと悪を倒すための、もちろんです、もちろんです。そんな。喧嘩が強くなってってことですね。はい。はい、一般市民に突然喧嘩を吹っかけるようなことはしないので。今何をしているときが一番楽しいですか？今は自粛期間中に柔軟を始めて、柔軟をしているときが今一番楽しいです。柔らかくなりましたか？なりました。どれぐらいになりました？これぐらいがこれぐらいって感じです。ありがとうございます。では最後の質問になります。はい。2020年下半期、なんか目標があれば教えてください。目標は、今の虹色サーカス団をもっともっといろんな人に知ってもらって、もっと大きいステージに立てるように、なんか新しいことにも挑戦していけたらいいなって思ってます。以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。